ガオー浜田山虎のご不動産です。こんばんは。サキヒです。舞台上で演じている役に嘘がない。労力のいる作業にしっかりと向き合い。実際に会うととても気さく、発する言葉に優しさがあり、向上心を持ち続けられる方。いつかご一緒したいと思ってました。 5月以降の舞台が中止になり不安も膨らみましたが、オンラインで体幹を鍛え演技法を学んでいます。ジャイロットニックという体幹トレーニングのオンライン授業を頻繁に受け演劇、地からまだ見直しました。一つの物語をみんなで読み解く、技曲解釈など大体3ヶ月ぐらいかけたかな。 物語全体を捉えることが大切。物語、役への愛情も理解も深まっていくと学びました。え2010年宝塚単位後語はドラマ、歌にも挑戦聞けました。一方で、リラックスの時期も変化がありました。相変わらず、もがいてもがいて、でも少しでも成長できたらな、と思う点をあえてあげるとするならば、 完璧を求めすぎないことが大切だと気づくようになりました。まんまと鬼滅の刃にはまりました。アニメはスタジオジブリ、ディズニー以外はあまり見なかったのですが、興味本位で見たらもうとても面白かったです。それではお先に失礼します。